皆さんこんにちは、ジャズサクソフォン奏者の高潔あゆみです。サラマンカホールでコンサートをさせていただくことになりました。こちらのホールはクラシック用に作られたということで、とても、音響の良い作りとなっております。今回はサックス、ピアノ、ベースといった、ドラムレスのトリオの編成になっているので、それぞれの楽器の響きがより鮮明に聞こえて、このホールの響きが生かされてくる、そんなコンサートになるかなと思います。プログラムはボサノバの曲を中心に、ジャズのスタンダードナンバー、そして私の書いたオリジナル曲などをお送りする予定です。私はデビューして10周年になるんですけれども、これを機に今まで私が求めてきた音色を今一度しっかり見つめ直し、今後につなげていけたらなと思います。そういった意味で今回のようなこういった響きの豊かな会場で演奏できるのは、私にとってもとてもいい機会になったなと思っております。ぜひたくさんの方にご来場いただけたら嬉しいです。会場でお待ちしております。